今日は8月12日、キャンプ最後の日ですね。ようやくですね、夕方になって雲が晴れて、明日帰るという日になって晴れました。明日からずっと晴れだそうですけど、我々いた3日間ですね、ずっととにかく雨でした。太陽は一度も出ませんでした。ついてないですね。台風11号のおかげだと思うんですけども、雨雲を持ってきちゃいましたね。最後なんで盛大に燃やしてしまいたいと思います。最後に薪をですね、バンバン燃やしてます。今日河原でRC 走らせてですね、木も拾ってきて、午後1回燃やして乾燥させましたんで、燃えるんじゃないかと思いますけど、いやー残念だね。帰る日になって晴れるなんてできなかったのはですね、カヤックができなかったですね。本当はお天気だったらカヤックを只見川で漕いでみたかったんですけど、できませんでした。それから観光船も乗れなかったですね。ただ奥只見ダムにあるですね、田子倉ダムだ、観光船走ってるんですけど、それも雨で結局行けずじまいでした。そらくんの方は小雨の中ですね、 RC をほとんど毎日走らせてたんで、それなりに満足してるんじゃないかと思いますけど、私の方はちょっとかなり欲求不満が溜まってますね。これさ、薪燃えたらさ、また半分のあたりでいけると思うんだよね。今日からバンガローもですね、だいぶ人が来てますね。若い人たちが騒いでますね。我々向かいなんでちょっと心配ですね。夜遅くまで騒いでるんじゃないかな。さっき温泉に行ってですね、2時間半ぐらいいましたね。お風呂は30分ぐらいだったんですけど、2時間ぐらいはフリーの Wi-Fi をつないでくれてて、たっぷり堪能してきましたね。YouTube 登録チャンネルとかですね、見てきました。あっという間でした。私はもうちょっと痛かったんですけど、そらくがもう帰ろうとか言って、しょうがないですね。まだカレーがいっぱいありますんで、拾ってきた、ちょっとあと買ってきた薪ですね。これさ、太いやつだからさ、結構燃えるのよ。だってさ、そんな遅くまでできないよ。1時間ぐらい燃えればいいでしょ。ラジコン走らせる。ラジコン？この真っ暗の中、見てください、これ。今ほら、空くんが1メートルぐらい先にいるんですけど、全然見えないですよね。中にライトを仕込んで。あっちの方の明かりはちょっと見えますね。あれはバーベキューやってる明かりですね。あとは全然見えないですね。燃えるね。まだバンバン燃えてます。こっちがまだ燃えてるね。まだこの長い河原で拾ってきたやつがですね、まだこれもう全部入れたのか。もう全部入れた、もうない。あとは買ってきたやつがまだほとんど残ってるけど、 2,3 本しか使ってないから、全く雨はないですね。もう昨日一昨日とですね、あ、昨日最初やったんだっけ。見てほら、口から白い液が。どれ映んねえよ全く。体温と外の温度が違うからね、火に当たってて。今気温はですね、だいたい21度でした。さっき車で行った時にですね、21度ですからね。真夏なのに。真夏なのに。ちょうどこの焚き火やっててですね、そばにいてちょうどいいぐらいですね。私長袖今着てますから、そらくんは長ズボンにトレーナー着て全然暑くないでしょ、うん、そのぐらいやっぱり寒いですね今日は。ほら見える、どれ。ああ、私私はこれをやりたくてキャンプに来てるようなもんなんですけど。しんちゃんね、SL やるときに。ちょっとですね、残念なのは大学生のグループが今日来てですね、20人ぐらい来てると思うんですけど、結構うるさいですね。今バーベキューコーナーで騒いでますね。時間は今もう8時半なんですけどまあ若い人だからしょうがないな。今日はきっと遅くまでやってんじゃないですかね。まあ、かという我々も多分10時ぐらいまではキャンプファイヤーやってるんで、いやーしかしね、今空は完全に星が出てます。本当に明日帰るっていう日になってですね、ようやく雨が上がりましたね。この辺りはですね、本当に景色がいいですね。ただもう雨とですね、霧で曇ってしまってですね、全体が薄ぼんやりとしか見えなかったです。これはもう九州の山並みハイウェイとかですね、阿蘇山を思い出しますね。阿蘇山じゃなくて桜島ですね。全く同じような状況でした。残念ですけどしょうがないですね。あ、折れた。なんか折れた。おお、ちょうどいいね。折れましたね。ちょっと長めのやつが1本あったんですけど、1本ね。こんな感じでいい。うん、いいんじゃないですか。こっちも1本。これだから。やっぱり河原で拾ってきた木はですね、太いんで、太くて本当の木なんで、長持ちしますね。買ってきた木はですね、あっという間に燃えてしまいますね。完璧に乾燥してるんで。わあ、綺麗だね。すごいね。もう一回。花火みたいですね。花火持ってきたらダメでしょ、落とするから。おもろいし。7時ぐらいだったらいいけど、花火禁止とかなんか書いてあったよ。これも折りたいんですか。折れる。まだバーベキューやってるな。声がするね。そこに空くんがいるのわかりますでしょうか。君は明日早朝に起きてランクを走らせるっつってますけれども、やるの？やりたいよなすごい笑い声だな。最後の薪を入れました。あと3分ですね。これで最後です。最後の火が消えました。炭だけになってしまいました。めっちゃ暑いですね。焚き火もこれで終わりです。